バビロン捕囚バビロン捕囚は、新バビロニアの王ネブカドネザル2世により、ユダ王国のユダヤ人たちがバビロンをはじめとした、バビロニア地方へ捕虜として連行され、移住させられた事件を指す。バビロン優秀、バビロンの優秀とも言う。ネブカドネザルは、ユダ王国の首都エルサレムを攻略した。ラキシュや、アゼカを含め、ユダの他の都市も征服した。 ネブカドネザルは生き残った人々の大半をバビロンに強制移住させ、人々は補修にされる。最初の補修は、紀元前597年に、その後、紀元前587年、または586年、紀元前582年、または581年、最後の補修は、紀元前578年に行われたとされる。の後、 ユダヤ人はケムネス・アサペルシャの初代の王キュロス2世のキュロスの勅命によって解放され、故国に戻ってエルサレムで神殿を建て直すことを許される。ユダの保守民の大部はバビロニアにあるニップルシソバの灌え用運河であるケバル川沿いに移住させられた。この地域はかつてアッシリア人の要塞があったが、新バビロニア部工事の戦いによって荒廃しており、ユダヤ人の移住先に ここが選ばれたのは減少した人口を補うためであったと考えられる。一方で職人など熟練労働者はバビロン市に移住させられ、主としてネブカドネザール2世が熱心に行っていた建設事業に従事することになった。エゼキエル書などの記録から当初、ユダの保守民たちはこのバビロニアへの強制移住は一時的なものであり、 マおかずシンバビロニアは滅亡して故国へ帰還できるという楽観論を持っていたと言われている。これに対し、エレミアとエゼキエルは、エルサレム神殿の破滅が近いことを予言し、繰り返し警告を与えたが、救いの予言者と呼ばれた人々は、楽観論を吹聴して回り、保守民たちは滅びの予言に耳を傾けることはなかった。しかし、上述したごとく、 紀元前586年にエルサレム神殿が破壊されるとユダの保守民に広がっていた楽観論は粉砕された。すぐに国国に帰れるというユダヤ人の希望は幻と消え長期にわたってバビロニアに居住することになったユダヤ人は現地の文化の著しい影響を受けた。1、2世代を経るうちに保守民の中には バビロニア風の名前を持つ者が数多く現れた。エホヤキン王の孫ゼルバベルの例に見られるごとく、王族の間ですらその傾向は顕著であった。また月名に、バビロニア月名が採用された。旧来のユダヤ月名は、第1月、第2月のように番号でもって故障されていたが、これが、2、3月、イーアル月のように、バビロニア名でもって呼ばれるようになった。そして、 文字文化にも大きな影響がもたらされた。旧来の古代ヘブル文字に代わってアラム文字草書体が使用されるようになり文学にもバビロニア文学の影響が見られるようになった。一方でバビロンのユダヤ人たちはバビロニアの圧倒的な社会や宗教に囲まれる葛藤の中でそれまでの民族の歩みや民族の宗教のあり方を徹底的に再考させられることになった。 宗教的なつながりを強め、失ったエルサレムの町と神殿の代わりに立法を心の拠りどころとするようになり、神殿宗教であるだけではなく、立法を重んじる宗教としてのユダヤ教を確立することになった。また、この時期に神、ヤファウェの再理解が行われ、神ヤファウェはユダヤ民族の神であるだけでなくこの世界を創造した神であり唯一神である、と理解されるようになった。 バビロニアの神話に対抗するため、旧約聖書の天地創造などの物語も、旧約聖書学で第二イザや祭色者などと呼ばれている宗教者たちにより記述されていった。後のローマ帝国以降のディアスポラの中でも失われなかったイスラエル民族のアイデンティティは、こうしてバビロン補修をきっかけとして確立されている。古代オリエント社会においては、反乱の防止や、 職人の確保、労働力の確保を目的として、強制移住が行われることは、頻繁に見られるものであり、ユダヤ人のバビロン補修も、基本的にこれと変わるものではない。紀元前592年に、補修民に対して与えられた食料の供給リストが、バビロンから出土しているが、このリストには、ユダオエホヤキンやユダヤ人、カディエル、セマフヤフ、シェレミヤフなどの名前とともに、 ツロ人、ユブロスの大工、エラム人、メディア人、ペルシア人、エジプト人、キリシア人などの名が挙げられており、広範な地域から人間が集められたことがわかる。ユダヤ人のバビロン保守は、こういった強制移住政策について今日最も詳細に記録が残されたものとして重要性を持つ。西暦前537年の初め頃、ペルシャの王キュロス2世は、 囚われていた者たちがエルサレムに帰還して、神殿を再建することを許す布告を出した。総督ゼルバベルト大祭司エシュアに導かれた42,360人の竜慶衆の子らに加えて7,537人の奴隷や歌う隊たちが約4ヶ月の旅をした。アイザック・リーサー分けの聖書の第6版の客中は、その人数が不女子を含めて、 約二十万人に達したことを示唆している。彼らは秋の第七の月までに自分たちの都市に定住した。ありがとうございます。